はい、こんにちは。今日はね、新しい武器、S15GL を使ってきます。まあ、この銃の元ネタよくわかんないんだけどね。まあ、なんか威力高めっていう、MDR よりちょっと威力高くて精度があるみたいな。もう早速、バレンタインの装飾をつけたやつが。なんでね、まあ、なんかちょっと強そうだなと思ったんで買ってみたんで、一回使ってみます。MDR より多分少しだけ威力が高いような武器なんですけど、まあ、ヘッドショットは一発じゃないですね。とやられた。バレンタインでね、ピンクのあのエフェクトつけてる人はいるけどね、まあ、つけない方がいいっすね、あれは。おっと、目の前にいて、もうヘッドショットしていく。まあそんなになんかジャジャウマって SR47 みたいな、なんかジャジャウマな感じじゃないんでね、まあそこそこ使いやすい感じで今はしてるんですけど。さあどうか、これ、頭2発の武器で、どこまでいけるか。頭2発の武器で一番使いやすいのは、今のところ MDR。で、2番目が CZ805 かな。あの2つはね、とにかく強いね。CZ805 なんかはね、もういきなり武器買えるんで、普通のお金で買えるんでね、ぜひおすすめしたい武器ではありますね。おっと？あー、頭抜きたいけど、同時していく。さあ、横から撃って、もう一人。あー、ダメだか。やられてしまった。M4 もね、結構強いよね。ちょっとなんか、反動とか、反動の、なんつうの、銃のばらけ具合とかがね、合わなかったんで、使ってないんですけど。さあ、敵陣に入っていって、ここだよね、よくいるポイント。ヘッドショット抜きやすい。もう一人。あ、一人見られたな。後ろか。あ、そっちにもいた。バレンタインの武器を使って、いいっすね。まだバレンタインのボックス開けてないんだよな。SR47 最近多いよね、使ってる人。あ、この AK47 も多いね。人気銃ですね。AK と SR がやっぱり大半を占めるのかな。当たらない。なんか、ああいうの MDR だったら当てれたような気がしたな。やや反動が大きいんだよね。なんか、プラクティスモードで MDR と打ち比べしたんだけど、こっちの方がやっぱね、反動が、上方向の反動が強いのと、ちょっとばらけやすいかな。まあ、わかんないな。ばらけ具合はわかんない。同じくらいだと思う。もっと奥にいる。横見て。しっかりと落としていく。お、攻めてますね。はい、頭。もう一人。ハンドガンに持ち替えて。味方がやってくれた。おっと。上。さあ、半分来たかな ?70。あ、これ、200カウントか。200カウントまだ半分じゃないです。はい。はい、隣。もう一人。で、4人目。まあ、使いやすいような気はするけど。どうかな。まあ、でもね、正直、頭に2発だったら、威力低くて精度高い方が使いやすいな。まあ、MDR みたいな。あっちの方が使いやすいかもしれないな。おっと？お、うまいね。頭ポンポン2発。AK 使ってる人はうまいよね、本当に。おっと、やられた。お、もうこっちに入ってきている。はい、頭抜いていく。2発ですね、頭。さあ、リロード挟んで。おっと、油断してた。2回もいないかな。お、目の前の人を同打ちしていく。さあ、奥入って。ああ、ちょっと今の危なかった。左から見られてたからね。と思ったら後ろからもやってきた。やっぱね、このスチーム版のブラックスクワットはね、このマップがいいっすね。なんかこのマップと、もう一個なんだっけな。これ足りんだっけ？アウトスキートとかブラストとかね、結構面白いマップが、いいマップが多くていいっすね。
その3つが好きかな。頭抜いてくる。お姉さんの頭狙いにくいんだよな。なんかこの普通の初期キャラだったらいいんだけど、なんかあのお姉さんの頭ちょっとちっちゃく見えんだよね。ヒットボックスは変わんないと思うんだけど、やりにくいね、本当に。さあ頭狙っていく。ここがね、稼ぎ場でございます。ここいいよ本当に。この辺待ってるだけでね、結構稼げるんで、いいですね。まあ、あの2点押さえておけばね、裏取られる心配もないんで、結構おすすめポイントでございます。稼ぎ場です。この辺ね、稼ぎ場なんですよね。こうやってクロスで攻撃を浴びせていく。さあ目の前の敵、どう打ち、僕入って、お、押してるかな。おーっと、お姉さん。くっそ、お姉さんな。なんかお姉さんのやつ、頭やっぱ狙いにくいなら買った方がいいのかな。そう、この普通のね、あのヘルメットがね、目立つんだよね。さあ、奥。あ、いるね。今の場所はね、決め打ちしておくとね、ヘッドショットとか狙えるんでいいっす。もう、敵いなくても撃つみたいなね。たまたま当たったりするんでね。しかもあそこにいるやつって大体スナイパーナイフル持ってて。お、いるか。なおかつしゃがんで待ってることが多いんでね。大体頭のある位置って決まってるんで。決め打ちしてヘッドショット取れたりします。さあ横、味方が奥まで突っ込んでくれてるかなと思ったら下か。お、やばい。やばいやばい。これはやばいな。さすがに1対3になったら勝てない。まあそこのね、判断も難しいんだよね。突っ込んで、まあ1人ぐらいしかいないだろうみたいな感じで突っ込んで3人いるパターンなんてね、もうよくあるパターンなんで、ね、もうちょっとだけ顔出すっていう風にした方が本当はいいんだよね。なんかね、ちょっと MP7 をね、使ってることが多かったから、突入しちゃうんだよね。まあ、アサルトライフル使ってるときはやっぱじりじりね、じっくりと攻めていかないとダメなんだよね。決め打ちするが敵はいない。で、下降りていって、お、あ、終わったし、つか負けかいな。負けました。S15 どうかな。まあまあまあ、使いづらくはないけど、MDR の方が強いっすね。まあ強いっすねとか使いやすいですね。威力はこっちの方が上。で、一応ハイスコア持ってったってことでね、今回はこのぐらいにしてきましょう。